朝鮮史一古代の朝鮮から白城までです。朝鮮の伝説史上の階祖にダン君がいます。今のピョンヤに見えとして、智世1500年、騎士朝鮮に譲った後、1908歳の余生を終えて神となったと言われています。ダン君の即位は紀元前2333年と言われていて、これを元年とするダン君紀元が1961年まで使われていました。 ダン君は天の子と熊との間にできたと言われていて別名王権とも言います王権城という地名にその名を残していますさてその後の騎士朝鮮は陰王室の一族の騎士が陰が滅びた時に州の武王によって朝鮮王にほうぜられたと言われていますこのように朝鮮は中国と地続きですので中国文明が及びやすいという特徴があります特に北部にその特徴が見られ朝鮮北部は 寒冷勝負そして漁労や狩猟の民が多かったそれに対して南部は温暖湿潤で稲作に適しているという特徴がありますさて中国が戦国時代になると中国人の東方進出が活発化します漢の初め猿王が漢に背いて滅ぶとその進化であったエイマンが朝鮮に亡命して騎士朝鮮を滅ぼしイ氏朝鮮を建てましたエイマンの氏朝鮮ですしかし前108年 英氏朝鮮は全艦の武帝によって滅ぼされこの地方に艦の朝鮮志軍が置かれることになりますこれは洛郎新藩リントン玄との4つの軍ですこのうち洛郎軍は半島南部の漢族や和人に対する外交の窓口にもなりましたまた当時の日本ですが当時は和と呼ばれていて全1世紀頃は百余国に分立して洛郎軍に使いを送っていたことが分かっています これは漢女チリ氏によるものですしかし五漢の末になると両島半島で自立した高尊氏の高尊公が落狼軍一帯を手中に収めてその南部を裂いて大砲軍を設置しますこれが204年の出来事ですしかし高尊氏は3世紀になるとやがて義によって滅ぼされます一方朝鮮半島の中南部では農耕を 首都する漢族の諸国が馬漢新漢弁漢にそれぞれまとまりました3世紀の出来事で三漢の成立と言いますそれぞれの地にはやがて馬漢の地に後くだら、新漢の地に白木弁漢の地に唐蚊カヤ諸国が成立することになります少し時計の針を戻して全1世紀頃には中国の東北部にコウク栗という国が建てられました これはツングス系白族がたれた国で4世紀初めに南下して落老軍を滅ぼし朝鮮半島北部を支配することになります一方その頃、日本和はどんな状況かというと57年に和の那国王が五冠の後部堤より隠長と賜りまして五冠城遠い点の記述ですまた107年には和の国王水晶が成功奴隷ですね160人を献上したとあります さらに239年、山大国の卑弥呼は義に調香しました。大砲軍を経て義に調香、同胸百枚と新義和王の称号を得ました。三国志珍珠の義師和神伝によるものです。さて、卑弥呼は新義和王の称号を得て作法されることになりましたが、 このように中国の皇帝が周辺諸国の君主に官職や爵位を授与することで形成された東アジアの秩序作法体制と言います。す形式的なな関係、親分子分子の状態になるんですね。作法を受けた側はあの有名な中国皇帝から「こんな称号をもらったぞ」と言って権威が上がるというメリットがありますさてそんな親分・子分の関係になったら「子分は?」「進化は?」 見継ぎ物しますよねそれが長江というシステムです長江とは中国皇帝に対し周辺諸国の支配者が正式な外交文書と施設とともに見継ぎ物を送ることですこれを送ると長江側につまり古文の方によくやったじゃあ俺は太っ腹だからお返しにこんだけやろうとなって数倍の返礼をもらえるんですねつまり貿易が可能になって文化交流も盛んになるなど 調する側には多くのメリットがありました作法体制と朝校は東アジアの国際秩序においてとても大事なことなのでしっかり覚えましょうでは続いて4世紀から9世紀頃までの朝鮮を見ていきましょう4世紀半ばには馬漢の地に九太郎百済百済新華の地に新羅白木中南部にからもしくはカヤニンナ諸国が成立しましたこれを朝鮮の三国時代と言います これら3国は、中国の北朝や南朝に朝行したり、策を受けて、中国の権を借りながら抗争を続けました。一方、北部にあった高句麗は、4世紀、黄海道皇太王の時代に強制となり、朝鮮南部に進出して、九太良や新羅白城と戦いました。また、この朝鮮の抗争には、日本も介入していたと言われています。これらの出来事がわかる大事な資料として、黄海道を非、 皇太王妃というものがあります。これは414年に黄海道王の子、長寿王が建てたものとされて、4世紀末から5世紀初めにかけて、和と黄栗との対立が記されています。これによれば和の朝鮮半島進出の様子が書かれているのです。和、辛坊の年以来、海を渡りて辛羅をほにゃららとあります。 そんな高句麗には4世紀頃仏教が伝来したとされていて仏教文化が栄えました少し後の時代の話になりますが聖徳太子の時代に高句麗からエジという人が来て聖徳太子の仏教の先生師匠になっていますさてそんな時日本和はどんな状況だったのかまず5世紀にかけて和の語を三鎮聖公部が中国に対して兆候を行いました創除和国伝 またクダラとは友好関係を保ち、五百三十八年クダラから仏教が伝来しています。五百五十二年説もあります。ゴミヤは午後にと覚えましょう。また鉄資源が豊富なカヤ諸国に対して進出し、日本府を置いたとされています。そんなカヤ諸国ですが、五百六十二年白銀によって攻められ滅ぼされてしまいました。他にも これらの地域からやってくる渡来人が様々な文化技術の向上をもたらしました。漢字が伝来したり、儒教が伝来したりしています。さて、中国が隋唐の時代に入ると、朝鮮半島の三国はそれぞれ再建された中国に聴講して作法を受けていました。しかし、高句麗という国は中国と隣り合わせです。どうしても隣同士っていうのは揉めてしまうんですよね。高句麗の進出を恐れた隋と塔は？ 作法体制の父を破ったという名目で隋の時代も唐の時代もコウクリに遠征を送っていましたコウクリと敵対するということは挟み撃ちにしたいので何とが手を結ぶこととにななりますなんとかコウクリはこれを粘って防ぎますその間にですね唐・白ラ連合軍によって百済が滅亡します660年百済の滅亡です次いで高を倒しましまた 668年高句麗の滅亡ですそんな白木は朝鮮内に残っていた唐の勢力を排除して朝鮮を統一しました676年白木による朝鮮統一です都は慶州近城に置かれましたさてそんな白木ですが676年朝鮮を統一した後改めて唐の作布を受けることになりました この結果、東文化が輸入されて、伊豆領体制が整ったりとか、仏教文化が栄えたりします。仏国寺が有名ですが、豊臣秀吉の朝鮮出兵によって消失してしまい、石造物が残るのみになっています。また、日本の飛鳥文化にも影響を与えており、繁華主優位像は朝鮮と日本とでそっくりの像があります。また、骨品性と呼ばれる種族的身分性もありました。 骨貧性は王族から平民までを出身・氏族によって5階級に分けているもので間職婚姻社会生活などで制約がありましたつまり階級が違う者同士は結婚してはいけないなんていう制約があったんですね。なんの主な特徴はこの語呂で覚えましょう。神経骨仏ーそして日本に影響を与えて扱鳥文化繁華カ周像です。 また、北にあった牧会とは対立していました。さて、そんな牧会はどんな国だったかというと、コークリの移民がたれた国、あるいは末活人がたれた国と言われています。698年に大宗英が建国しました。牧会の特徴は、日本と盛んに通行したことや、仏教文化が栄えたこと、上下流戦府は長安をモデルにされたこと、あるいはコークリの移民がたれたということなので、白木とは対立しています。 の国と呼ばれて栄えました墓海は日本に長考して毛皮、朝鮮人参などを輸出していました最後に日本の動きです660年日本と友好関係にあった百済が滅亡してしまいましたそのため新羅との間に663年白村江の戦いが起こりますしかし日本はこれに敗れることになりましたその結果新羅との関係が悪化します この影響で8世紀遣唐使は危険なな路を通るようになりました。今まではこう行ってこう行ってそして中国を目指していたんですが新羅が通れなくなったのでこうやって中国を目指すようになります。しかし公開技術が未熟だったので南路はとても危険だったんですね。そういうい情勢も相まって、 日本は牧海は新羅とは対立しているので日本とは手を組みやすいパートナーだったんですね。